政府が酒の販売事業者に対し酒の提供を続ける飲食店との取引停止を求めていたことを昨日撤回したことについて菅総理大臣は多くの皆様に大変ご迷惑をおかけしたとして陳謝しましたすで、えー、に要請は撤回されておりますが多くの皆様方に大変ご迷惑をおかけしたことにつきまして私からもお詫びを申し上げたいこのように思います。 政府は金融機関に対し酒の提供を続ける飲食店への働きかけを要請することも撤回していますが菅総理はこれらについて事前に報告を受けていたか問われると 要請の具体的内容について議論したことはないと述べるにとどめましたまた西村経済再生担当大臣も国会の閉会中審査で事業者に不安を与えて誠に申し訳なかったと陳謝しました野党側は西村大臣に発言の意図を正し辞任を求めましたがコロナ対策に全力を挙げることで責任を果たしていきたいと述べ辞任については否定しました